はい、ATAT インディーゲーム沼です。今日プレイするゲームは美しい横スクロールアクションオリシリーズを生んだムーンスタジオの最新作ノーレストフォーザウィケッドが本日早期アクセス開始になったのでプレイしていきたいと思います。このゲームオリとは違って完全新作のダークファンタジー世界を舞台にしたディアボロライクな見下ろし型アクション RPG になっています。聖戦士セリムになって政治闘争とか人々を怪物に変えてしまう疫病の中で悪を倒して国の運命を切り開いていくストーリーになるみたいです。オリシリーズ同様美しい光が特徴的な絵画みたいな世界観がすごく綺麗なゲームで、描写もね、細部までのこだわりが感じられます。高難易度の敵を倒してクラフトしたり素材を使って武具を強化したりとキャラクターをビルドしていく作品みたいです。まだ早期アクセスの段階なんですが、現在は特別価格が適用されてはいるものの、通常価格だと4620円とちょいとお高め。ただ、ストリーマーのアフィリエイトリンクから購入すると期間限定で3696円とさらに割引になるので、概要欄のコメント欄もぜひチェックしてみてください。僕はね、この値段で購入することができました。シングルプレイではオンラインに接続することなくプレイできて、アイテム課金要素は今後ないとのことです。すでにロードマップも公開されていて今後の発展も楽しみなゲームの一つですね。そんなノーレストフォーザウィケッドの世界を今日は楽しんでいきたいと思います。行こう。まずは新しいキャラクターを作成するところから始めるのかな。おお、なんか顔長。女性と男性選べるか。まあ男性にしよう。顔がちょっと変わるっていう感じかな。あんまりこううまいこと選べるわけじゃないんだ。元のまでいいかな。名前を入力。ATAT にしてカスタマイズ。あ、ここから変えられるんだ。めちゃくちゃアップになった。顔を。プリセットでしか変えられないのかな。なんか顔に傷がある。そんなに変えられるわけではないのか。髪。坊主だったけど。髪型ね。回転もできるや。うわ、これが中世の剣士っぽいけどな。坊主。僕はパーマのロングヘアなんだね。これが一番近いんだけど、個人的には僕はハリーポッターのロンが好きなんで、オレンジの髪色にして、ようやく決まったらこれでいいでしょう。こんな感じで作ってみました。髪色はロンが好きなんでオレンジっぽくして、目の色はね、まあ僕茶色なんですけど、グリーンがかっこいいかなと思ったんで、グリーンにして、まあ髪型こんな感じなんでね、ヒゲ生やしたかったんでヒゲ生やしてみました。行くぞ。ようやく決定。なんか体型怖い。体型やばいな。体型これしかないんだ。世界を選択、セリムの到来を待つ世界に入ります。ようやくか。セリムの伝説が始まる世界を作成します。幼い頃。イルムガルドがおとぎ話を聞かせてくれた。海か。ちょっと暗めだな。大疫病に感染すると人の顔が裏返しになり怖すぎる。ドクロ。桜島ちょっと怖すぎるな。体の足腰から手足が生えるらしい。そんな？そういう怪物になるのか。世界が滅びかけたという話だった。ちなみに今設定はね、パフォーマンス重視にしています。セリムが必要とする日が来ないこと。海の上に浮いているこの人物は一体。実際にね、ある程度ハイパフォーマンスを出せる PC とか使ってる人はね、あとグラフィックボードしっかりしてる人は、パフォーマンスモードじゃなくて画像重視モードとかにも設定することができるんで、ぜひそっちで設定してみてください。僕はね、Steam Deckでプレイしているんで結構きついかなと思って、できるだけ下げときました。多分ね、バトルでカクカク動くのはかなりきついかなと思うんで。こいつが主人公か？って言っても、俺が作ったや。あ、動かせる。Lスティックで動かしていきます。結構のそのそ歩いていく感じ。フードをかぶっているのか。ここ開けられそうだけど開けられない。セリムの騎士。そうか、セリムっていう名前じゃなくて聖戦士っていうことが、聖戦士イコールセリムなのか。お、そうだね。
セリムイコール聖戦士だ。桜島に行くってことは疫病が広まったということなのか。家を長押しすると出しできます。うん、遅いなと思ってたんだよね。殺し屋みたいに歩きやがって、ごめんなさい。適当に話してくれるんだ。 Y で話す。ごめん、間違えた。 X 押しちゃった。いやな、数千年前に島を焼き払っちまえばよかったんだ。二度と戻らないのにな。怖いやつだ。さあ、どこに進んでいくんだ。ちょっと待って、船長が上で話したがってるよ。はしごまたはツタのような場所にはよじ登ることができます。これ普通に、あ、勝手に登ってくわ。で、 A 長押しでダッシュの要領で速くなると。船長どこだ。お前か、船長。マークがついてますね。 Y で話す。セリム、お前のせいで船員が不安がっている。人身売買をしたことがあるが、まあ俺の船にお前を乗せてこの海域を出たことは後悔しねえよ。タルビックさんね。お前を無事に桜島に送り届けるのは俺の仕事だ。心配すんだ。だが上陸するまでは自分の部屋から出ないでくれ。ワードが交番の下に案内してくれる。出るなんて。見た目ですぐバレんのかね、やっぱり。急に腕立て始めたぞ。どこで案内してくれるんだ。あ、これ宝箱っぽいな。 Y で箱を開ける。戦利品、何かを手に入れた。コインか、お金か。一部のオブジェクトは破壊できます。破壊すると隠れた戦利品や道が開ける場合があります。攻撃は X。 ネズがいるぞ。ここら辺の樽とかかな、壊せんのは。ビンゴ。 Y で戦利品入手。ソウルみたいな感じで入手していく。ここら辺も壊せるのかな。 Y で横歩き。 Y で横歩きの意味はわからんな。あと普通に歩くのはシンプルに遅い気がするんだよね。もうちょっとダッシュしなくても、もうスピード感上げてほしいなって気がするけど、気のせい。共感できる人はコメントかいいねよろしく。あ、ダッシュ攻撃とかもできるの、こんな感じで。うわーって、将来の計画を立てた。どいつだこいつか、話しかけてんの。これは料理屋さん、手伝ってくれないか。お、棚からキノコ、テーブルからハーブを持ってきてくれって。これはこれか、キノコ拾って、ハーブはどこだ。ハーブを持ってこい、これか。で、話しかけてみる。さて、海水を少々、おがくずをたくさん入れて、へへ。いざとなったら、キノコは生で食えるが、調理した料理に混ぜるものはない。あ、調理してね。食料を入手しました。食料を食べると体力が回復しますが、中には一時的な上昇効果を得られるものもあります。上、キーを押して、食べると。左下にある、これか。これがアイテムボックスになってて、上、下、右、左。これによってアイテムを使えるみたいですね。あ、それは OK。わかった。じゃあ次はどこに行くんだ？船内を荒らし回る男。下の客室で一晩休む。これか、この下に降りていけばいいんだ。かなり暗いな。雰囲気抜群だけどかなり暗いね。この辺はね、ちょっと設定で調整してもいいかもしれない。うわー、こんな広いんだ客室。下もかなり広いな。お、ワートか。お前か。どいてくれるってことね。ベッドを整えてくれた。じゃあ、やることが終わったら、さっさと寝ちゃえば OK かな。OK、じゃあ寝ましょうか。特にもうこれ以上何もない気がする。Y で眠る。こっから出てこないでくれってよ。甲冑着たまま眠るんかい。まあ、そこら辺のツッコミ厳禁か。お、おい、沈没してる。船ナンパしてる。何があったんだ。おいおい、何があった。上登れないぞ。アイテム拾う。何か剣的なものを拾ったぞ。
装備可能なアイテム入手しました。なぜ剣持ってないんだ。メニューを開いて所持品を開けるか。 OK、 これメニューなんだ。所持品ゲットしてブラッドラストソードを装備、自動的に装備したことになっている。今装備しているのはセリムの頭巾、マント、手袋、レギンス。鎧はどうした。こんな折れたブラッドラストソードか。なぜ剣を持ってないんだあなた。戦闘の基本 X で敵に攻撃、 X を長押してチャージ攻撃、 A を単押して回避できますか。これらのアクションにはスタミナを消費しますか。 OK と思ったら敵がすぐ出てくるわけじゃない。めちゃ遅い攻撃。来た来た来た。ガードできないのか。とりあえず叩く。うん。ガードはどうするんだ。回避か。ちょっと待って、結構きついな。盾がないのきついな、このゲーム。どう。うん、全体的にやっぱ体重いね、すごく。何かをゲットした。補助アイテム入手。所持品で、来たぞ、来たぞと、木製の盾来た。盾来たぞ。さあ、盾を使うにはどうすればいいんだ。説明ありがとう。盾を構えると敵の攻撃をブロック、ダメージ軽減。これね、LB で構えます。盾ないときついよ、これ。かなりのっそり歩いていくけど。ここら辺ちょっとね、スピード感もっと欲しいぜ。ずっとダッシュしてんのきついよ。どこだどこだ、来たな。2連撃してくる。こっちは3連撃。おっつー。2連撃か。やべ、盾が。うん。ガードされる。スタミナが崩れるとこうなるのか。ダークソウルだな、完全に。かなりソウルライクっぽい戦い方。しっかりガードとか回避をしながら、ガードを固めて、徐々に倒していくタイプの、もうマジソウルライクだわ。でもちょっとね、やっぱこっち来てるっていうよりも、この足取り、怪我してるんじゃないかっていうぐらい足取り重い。ダッシュするとジャンプして飛び越えることができる。OK。自動ジャンプだ。ダッシュはこっちで選択するんだけど、お、よじ登ることができる。オッケーオッケー。こんな感じで。平面的じゃないのはいいっすね。ここら辺もとりあえずダッシュすればいいのか。ダメだ。下に落ちちゃった。おっと、しっかり下に落ちちゃうタイプっすね。で、ここ届かないから、壁に近寄って Y を押すと壁際に沿って歩くことができますっていうのはそういうことか。これね、もう超ギリ。めちゃくちゃギリ。Y で横歩きっていうのはそういうことか。敵をよろめかせるとガードを下げれます。武器によって耐性ダメージを与えることができ、敵の上に表示されている白い耐性ゲージが上昇。満タンになると敵がよろめきますか。満タンになるとね、敵の攻撃が当たる直前に LT 回復すると即座に敵をよろめかせることができる。パリれるってことか。 LT でパリなんだ。盾でパリじゃねえんだ。直前に敵の攻撃で LT、 これか。あ、敵もパリやってくるな。これ、今パリったね。この効果音はパリった。くぅ。ちょっと早すぎるか。1、2。ちょっと待って、結構きつい。うわ、パリはむずいな。ちょっと待って、倒せてくれー。よろめいてる。 OK。 戦利品入手。この緑色は何。クイックアイテム入手。クイックアイテムを使うと様々な上昇効果が付与。クイックアイテムが、はい、もう設定されてるから付与されてるけど、何が付与されたのか全くわからん。鍵ゲッツ。とりあえず緊迫感上がってきたから行くぞ。 Y だ。扉開くのは Y。
もっとなんか声が聞こえる、状況によっては敵に奇襲を仕掛けることもできる、いやもうマジダークソウル、後ろから忍び寄ってぶっ刺す、敵の背後から忍び寄って、ドクロが表示された時に X を押すと暗殺ね。L か。普通に歩くんじゃなくて、これか。しゃがみながら動いて。OK、これ。暗殺っていうか、倒してる?セリム、お願い助けて。こいつか。どうした?ワート。無理だよ。無理するんじゃない。君の名前?僕の名前はワートじゃないのか。何だったんだ?名前は?ワート。こっちかな?ようやく外に出てきたぞ。かなり豪華な客船。ツタによじ登ってるときはスタミナ消費か。これね、今ゲージ、緑のゲージが出てるのがスタミナゲージか。おっと、ムービー入るぞ。このムービーもなかなかきついぞ。ある程度の PC じゃないとしっかり動かないんじゃないか。スチームデックでいけるのか。海賊かなんかが攻めてきてるっぽいな。なんだよ、何目的なんだ。積み荷か。おレイピア使ってる戦士がいる。女性の戦士、オデッサ。桜島の戦士たちなのかもしれない。味方のヒットポイントゲージは青色、敵のヒットポイントゲージは赤か。味方がいるんか。これ青は、青のゲージは味方。 OK、 こいつら敵だ。まとめて払うぞ。さあ集中していく。しっかりガードして。ちょっと待って、そっちじゃないよ。 R、 これ一応ね、設定で自動フォーカスになってるんで、敵に対しては自動フォーカスになってるんで。あ、ちょっと待って、やられちゃった。うわー、ソウルを失うとかじゃないよね。お金を失うとかじゃないのか。やり直ししても別にあれはないのかな?ペナルティないのかな?それともガンダルフみたいにね、セリムが入ってくること自体が厄災となっている可能性はあるよね。来い。よし。もっといい武器くれ。パリーを極めたら結構大きいかもしれないけど、序盤にパリーを極めるのきつい。しっかりガードしてくんな。敵のガード高っ。敵のガード買った。敵もパリってくんだよね。OK、 チャンス。うん、鉄格子の土手に近づいて Y を押すと開けられる。これか。オッケー。下に進めるようになった。A ダッシュ、A 返して X を押すとコンボ攻撃ができると。ダッシュするとスタミナを。これか。まずは徐々に倒していこう。オッケー。いいぞ。すっごいのそのそ荒れていくけど。危ねえ。スタミナがないから、盾構えてるとスタミナが回復しないんで、しっかり回復するときは盾を解いてから。あんまり攻撃すると良くない。間を取ってガードしつつ、盾持ってない敵はね、しっかりガードしてからやってしまえでいいかな。マジでもうちょっといい剣頼むぜ。こっちにはもういない。うら、こいつだよな、厄介なのは。
OK、パリッと。OK、連続パリ。いや、うまいこといかなかったか。そんなに都合よくパリれない。大振りだな、お前。よし。とりあえず撃破。こっち側に敵はいない。おお、来た。ちょっと待って、急に中ボスっぽいやつ来たな。めちゃくちゃでかい斧持ってる。3連撃か。ちょっと待って、こいつは体力回復しよう。スケイ、ナイスパリー。危ねえ、スタミナが超減る。チェ、攻撃タイミングむずいな。こいつ攻撃タイミングむずいな。よし、 OK。 やっぱセリムに対して撃退心があるオデッサ。こいつめちゃくちゃ出てきてたけど敵なのか、オデッサは。ちょっと待って、嵐がやばいな。波がやばい。そして船が燃えてるから沈没する。お弟子さん、どうやって移動するんだ。あー、ちょっと波が船をさらっていく。船だけじゃなくてスチームデックもゴーゴーと煙を吐いているよ。そして移り変わって砦か。鐘が鳴り響いている。美しいね。老王って感じか。かっこいい。祈ってる。王様じゃないのか、司祭か。本当だったか、亡くなられたとは。そういうことね。王に栄光あれ。偉大な人であり良き友人だった。衰弱の夜、ご冥福をお祈りします。マグナス王、父君の魂は手に召されました。民はあなたの力に期待しています。お悔やみ申し上げます。相談事があれば、父君に長年伝えてきた私。ウォーラス卿、大疫病が再来した。噂は耳にしていますか。噂ではない。今この時も近隣の桜島を蝕んでいる。人間を異形のものに変貌させている。こんなステンドグラス作るなよ。疫病は信仰を失った者への天罰か。まあこの時代は仕方ないな。お前は教会ではない、その救戦法に過ぎ。確かに拡散を防がないと人間が人間ではなくなってしまう。王様、違うな、こいつのお父さんか。マグナスのお父さんか。大陸に付随しているサクラ島が舞台になっているみたいですね。これが教皇かな、この坊主。顔よ、完全に敵役の顔。これは王国に対する責務だ。おお、軍隊、海軍が動き出している。神の手により我々は島全体に勢力を伸ばす。神の手によりか。いや、疫病がはびこってるんだよ。ナンパした。やっぱゼルダ的な始まり方。物語はナンパしたところから始まる。桜島へ。いや、もう装備がめちゃくちゃ、装備がめちゃくちゃだよ。うわぁ、何もないのか。みんなダメ。なぜ物語は船がナンパしたところから始まるんだ。浅瀬適度な。これは何を手に入れた。
ココナッツか、これはキノコか。めちゃくちゃ落ちてる。カブトガニを拾う、これはダメか。壊せる。何か落ちて何か拾えた気がする。これは違うか。これはカブトガニは叩けるか。ここか。ハテナが出てるよ。ワイで話す。タルビック船長、お前船に乗せるんじゃなかった。ごめん、マジでごめん。こっからサクラメントに行くのは無理だ。この海岸はリズムだらけだ。あ、波が感じるか、親父。海に戻ったぞ。すまん船長、俺のせいで巻き込んじまって。新しいクエスト、サクラメント。 Y で装備したツルハシを使って鉱石を採掘か。装備したツルハシがない。一旦こっちに案内されたから、あっちは置いておいて、こっち向かってみるか。この橋の向こうに、これは冒険を進めると桜島のマップに表示される項目が増えていきますか。マップを開く。これは今何拾ったんだろう。ねじれた杖を装備できる。集中力消費すると武器のルーンを解放か。集中力を消費でね。ルーンによって武器ごとにユニークで強力な特殊攻撃を行います。武器を構えるとルーンを発動。ワンドを装備するとユニークなルーンを使って強力な呪文を詠唱できるか。そういうこと？これややこしいな。重量クラス。結構一気に出てきたな。重量クラスは回避能力に影響。軽装はクイックステップ。中装はローリング。重装は重いローリングか。ショルダータックルとかもできるのか。ショルダータックル。あ、これボタンを押すと構えが変わりますね。今 Y か X で。Y ボタンを押しても何も反応しない。X を押してみよう。おう！マジっすか。呪文をチャージするには呪文の詠唱を成功させる必要がありますと。詠唱中にキャンセルされる場合があります。武器を構える呪文をチャージね。当てづらいな。しかし強い。集中力は攻撃パリ消費アイテムで回復か。なんかいろいろ手に入れてるんだけどね。お、焚き火。焚き火では入手した素材を使用して料理を作ることができます。料理にはそれぞれ違った効果がありますか。料理レシピを探してみましょう。焚き火でとりあえずアイテム発見。何が入っている。キノコとアルテミシアのハーブか。両方ともゲットしておきたいけど、ここら辺がなんか急に英語になってる。急にね、日本語になってない部分がある。暖炉で料理を作りましょう。これキノコのスープが作れるはずだから、キノコとアルテミシアのハーブを使って何個か作ってみましょうか。3個。なんか料理をしてるよ、料理をしてるみたいな描写はないけど、これは別にシンプルでいいか。ゼルダみたいなそういうところはあんまり望んでない。あれ、撃てないな。集中力がないからか。普通に叩くこともできるんだよね。OK、 何か入手している。木こりの銅の斧じゃなくてネイブのズボン。オッケー。なんとか、ズボンを手に入れた。いや、上に進んでいけるんじゃないか？おっとおっと、上に何かある。落ちた火だね。これまとめて拾ってほしい。スタミナの瓶か。これスタミナの瓶だったな。長押しで切り替えられるってことか。ここ。ここ何なんだ？こっち側には行けるのか？あ、行ける。なんだこれ。ささやき声、セリムのささやき声では休息と進行状況の保存を行えます。セーブゾーンか。死亡するとアイテムの耐久度が減ってしまいますが、最後に訪れたささやき声で復活することができます。よかった、ようやくセーブできた。セリムのささやき声を有効更新する。うん、これでセーブができてるってことか。
さらにここから上に行くこともできる。しかし暗いな。もうちょっとねボス倒すぐらいのところまで進めたかったけど、なかなか出てこない。かなりねソウルライク感があって、戦闘はかなり厳しい感じがしましたね。あ、僕は今スチームデックでプレイしてるんですけど、贅沢なビジュアルになってるだけに、スチームデックはもう蒸気を上げるぐらいブオブオいってるんですよ。で、途中で止まっちゃったりするんで、これはスチームデックでプレイするにはかなりきついです。まあっていうか無理だよね。まだ全然早期アクセスの段階なんで、これから調整が入ればもっともっといいゲームになっていきそうな予感がします。個人的にはねプレイしていてかなり面白かったです。このノーレストフォーザウィケットは4月19日にスチームで早期アクセス開始になりました。今だったら安く購入することができるので、気になる人はぜひプレイしてみてください。こんな感じで普段面白いインディーゲームたくさん紹介しているので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、動画の方もぜひ見てみてください。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね。